おお、いいね、やりやすい。Apex Legends Mobile ついにリリースされました。ということで僕も Apex Legends Mobile 実際に遊んでるんですけども、ベータ版ではねコントローラーっていうのが対応してなかったんですけども、正式版だとコントローラー対応してます。でこの Apex Mobile をやるときにこういった PS5 とか PS4 とかのコントローラー使ってもいいんですけども、持ち歩きとかかさばるのと、あと iPhone を固定する台とか必要だったり、結構やるまでのハードルが高かったり、あと遅延があったりするので、今回はですねこちらゲームシェアの X2 ライトニングモバイルゲーミングコントローラー、こちらをね実際に Apex モバイルで使ってみたいと思います。ちなみにねこれライトニング端子バージョンなんですけども、 Android とかで使うように Type-C 端子もあるし、あと Bluetooth に対応したモデルもあります。今回はライトニング端子モデルを買いました。じゃあ開けていきます。よいしょ。おー、ちゃんとケースも入ってるんだ。ゲームシェア X2 のロゴが入ったケースですね。なんか PSP とか DS とかのケースみたいな感じで、開けていくと、いきます、オープン。おー、あ、すごっ、任天堂スイッチみたい。っていうかもうスイッチじゃんこれ。でまずアクセサリーの方を開けてみますか。アクセサリーはゲームシェアのステッカーに説明書、日本語も対応してますね。で買ってくれてありがとうの紙に合格証で、これがスティックの替えのゴムかな、上からかぶせるゴムかも、が4つついてます。このパッケージ内容には書いてないな。じゃあ本体の方を出していきます。あ、こんな感じで固定されてるんだ。これちょっと出しづらいな。これこのバンドいらんだろ、超出しづらい。こっち向きでしまえばいいか。うん、このバンドは切っちゃってもいいかもね。こちらがコントローラー本体になります。真ん中にロゴが入ってます。で持った感じね結構軽いです。重さが 167g。 あれでも意外とあるな。なんかねそんなに重いっていう感じはないですね。でボタンに関して見ていくと、まずスティックが2つ、でここにホームボタンがあって、十字キーがあって、ここが点々点、まあオプションとかを開くやつで、こっちは何だろう、なんか射撃ボタンみたいなやつで、ここがメニュー ABXY があって、 L1L2R1R2 のボタンになってます。裏面は特にないですね。でここがライトニング端子、ちなみにここにライトニング端子もあります。で裏面にはねグリップがあって、かなりね握り心地はいい感じです。ちなみにこのスティックはね押し込みもできます。いい感じだな。で iPhone をつけるときは、あ、これをスライドさ、あ、めっちゃ簡単だな。なんかレーザーのね同じようなやつの場合はこう広げてこう引っ張ってつけるみたいな感じだったんですけども、これはめっちゃつけやすそう。早速 iPhone 13 Pro で試してみます。引っ張って刺す。あ、しかもここにねしっかりゴムがあるので、こう iPhone がね横にずれないようになってます。お、いいじゃんこれ。じゃあこれで実際に Apex Legends Mobile コントローラー使えるのかやっていきましょう。あ、これ画面ロック解除しないと上下逆になっちゃうな。じゃあやっていきましょうか。まずは何も設定してない状態で、どうだ、あ、反応しないね。射撃訓練場一回行ってみます。さあ、おお、動く。あ、すごい、すげえ普通にできるな。あー、ただ拾うのはこれ指でやんないといけない感じ。あ、十字キーでいけるな。こんな感じでね普通にやることができます。で遅延に関してはこんな感じ、まあ、ほんの少しあるけど、Bluetooth とかよりは少ない感じがある。お、いいね。あ、やりやすい。まず、物資とかを拾うのは、十字キーで選んで、A で拾うと。まあ、慣れたら、こんな感じかな。動きながら、やべ、むず。あ、動きながら、こうやって拾うこともできるな。お、いいね。で、X で、ボックスの開け閉め。A で、こう物を拾えると。 B でしゃがみ、 Y で武器の切り替えに、 L2 でエイム、 R2 で射撃。おお、いいね、やりやすいな。リロードは X か。え、これめっちゃいいじゃん。でダッシュはこれ深く押し込めばダッシュできます。 A でジャンプ、 B でしゃがみと。でジャイロもねしっかり使えます。で右上のボタンでバック開いて、これが格闘だな、押し込み でこれが、あ、これがマップか。あれ、ここがマップで、ダブルクリックでスクショか。でここの3本線長押しで設定開くって感じですね。で設定とかは CSK みたいな感じで操作する感じですね。でコントローラーのね配置に関しても、ここのコントローラーバージョン 1.0、 ここからね自分好みにカスタムすることができます。まあ自由自在に変えられますね。いい感じ、いい感じ。でカスタムレイアウトもできるし、あ、すごい、ジョイスティックデッドゾーンとか感度とかっていうのもここからね操作できます。これ下スクロールとかは、あ、まだ対応しきれてない感じはあるな。これでね、
ここのメニューのスクロールしたいんですけども、それはできないです。こちらもいけない、まあ、まだ不完全っていう感じはあります、まあ、ちょっと実践に行ってみましょう。よし、じゃあバトロワ行ってみます。ここのメニューも特に開けないか。よし、やっていきます。あ、ここのキャラ選択いけるね。はい、じゃあやっていきましょう。で、ボタン配置に関してもこんな感じでね、出てますね。 B でフォローしないとか、なんでコントローラー初心者の人でも分かりやすくなってます。こんな感じでやるのかな。ちょっと持ち方は難しいかも。 L1 でスキル、上矢印長押しでこのリング出して使いたいものを選べると。あ、いいねいいね。さあ、アシストはどんぐらい効くか気になるね。あ、いた。アシストは微妙かも。っていうか効いてないかもな。あ、エイムアシストも効いてるな。ほら、なんかちょっとずれてるけど。え、X でこれボックス開けるっていうのはめっちゃいい。やっぱジャイロが最強かも。で、X でパック開いて、これで。うん。いいね。うん、結構やりやすいね。武器しまうのは Y 長押し。ちょっとマスティフとか、ショットガン当てやすいか見てみるか。で、シールドは上押してからの効果。いい感じ。慣れたら結構やりやすそう。エイムホールド。あ、いいね。じゃあちょっと敵探しに行ってきます。で、ウルトに関しては L1 と R1 両方押しだな。ああ、なるほど。で、ジャンプして。あ、こっちだな。さあ、じゃあショットガン。やべ、感度が高い。まああれだな、エイムに関してはジャイロでやった方がこういいかも。まあ普通の移動はジャイロなしでやって、エイムの時だけこうやってやる。これいいな。ちなみに壁ジャンとかは、ああ壁ジャンできるね。あ、ちなみにね、この Apex モバイルに関しては FPS ね、最大80フレームまで対応してます。なので iPhone 13 Pro とか使ってる人はね、ちょっと有利になりますね。おお、いいね、やりやすい。フィニッシャー。これコントローラーありだな。これマッチに関してはどうなってんだろう。コントローラー使ってる人と使ってない人同じマッチなのかな。有利さっていうのはあんま変わんないか、言うて。なんかコントローラーだから強いっていうことはないかも。ただコントローラーで慣れてる人はコントローラーつけてやった方がやりやすいな。あ、ボルトだ。じゃあショットガン捨ててボルトにします。これ取り方はこうか。あ、一回これで選んで取らないといけないんだね。あ、敵いる。じゃあちょっとコントローラーだけでエイムやってみます。え、待って、この人うまいかも。いや、コントローラーだけだとやっぱむずい。やっぱジャイロだな。コントローラーで操作感良くしてジャイロでやるみたいな、まあ、もしかしたらコントローラーのエイムで慣れてる人はコントローラーの方がやりやすいかも。いきましょう。ほら、 PC 版みたいにね、快適に動けるね。あれ、終わった。それ画面に映しながらだとむずい。スナやってみるか。コープないけど。お？じゃあスナちょっとやってみます。倍率は L の押し込みだった。そこ、こっちいたな。よし、じゃあちょっと次スナでやってみます。やってるやってる。終わっちゃったんだけど。ラスト一部隊だったんか。はい、ということで試合やってみたんですけども、普通にいい感じだね。
コントローラーで慣れてる人はかなりやりやすいと思うし、これからね Apex モバイル始める人とかでもスマホゲームに慣れてない人だとコントローラーの方がやりやすかったりするので、これかなりいいと思います。でなんかターボ連射機能っていうのもあるらしいです。ターボボタンを押しながら設定する必要のあるボタンを押します。ターボボタンをダブルクリックすると全てのボタンの連射機能を削除します。これがターボボタンか。じゃあちょっと射撃訓練場で試してみます。じゃあ P2020 で、あれ P2020、 あ、これもともと連射できるようになってんだ。カービン単発で、あ、もともと単発でもあれなんか。じゃあちょっとこの連射機能は試せないな。でこのライトニング端子に関しては、普通にね iPhone にライトニング端子を挿したのと一緒な感じで充電できるっていう感じです。さっきの付属してたこのゴムつけてみましょう。これをかぶせる感じだな。あ、はい、こんな感じになりました。でこれなんかエイムリングとかつけてもいいかもね。あるのかわかんないけど、あ、つけた方が細かい操作ができるかも。あ、これつけた方がいいね。でエイムアシストは、あ、エイムアシストも効いてるな。ほらなんかちょっとずれてるけど、うん、効いてるね。で構えた状態、うん、構えた状態でも、なんでずれてんだろう。いきます。うん、効いてる効いてる、エイムアシスト。なのでコントローラー派の人に関してはこのコントローラーめっちゃいいと思います。いいな、ちょっとねこれでコントローラー練習したいね。ただコントローラー使ったからといってコントローラーやったことない人がエイム良くなるかって言ったら、まあそんなことはないですね。あーでも楽しいわこれ。ということでいかがでしたでしょうか。ゲームシェアの X2 というスマートフォン用のコントローラー、個人的にはね PS プレステとかと同じ感じでできるのでかなりいいかと思います。まあ、強いて言えばまだねバージョン 1.0 だからなのか、このアイテムを漁るときにこの十字キーじゃないと漁れないっていうのがちょっとネックかな。しかも長押しで下までスクロールとかできない、一回一回押さなきゃいけない、これがちょっと大変なのと、そう設定で変えられるのかな。うん、特に設定は今のところないので、まあ、アイテム漁る時だけちょっと大変かな。まあでも自動で漁り機能があるんで、この X でボックスだけ開ければ割とね欲しいものを漁ってくれると思うので、そういった点ではいいのかな。アーマースワップとかだけちょっと大変かも。あ、ちなみにフレームレートは最高で 80fps です。こちらね、iPhone 版、Android 版、あと Bluetooth 接続、全部ね、概要欄にリンクの方を貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。以上、バイバイ。